アスカ君、これは覚醒？違う、これは闇の力による覚醒よ。アスカ君、アスカ君来て、思い出のクリスマスツリー。はぁアスカ、俺は闇の巫女に仕えし者、俺たちの邪魔をする者は倒す。アスカ、お前本当に俺たちのこと忘れちまったのか。貴様らは俺の敵だ。アスカ素晴らしいわセイル。さあ早くその者たちを倒し、私の元に宝玉を。月平じいちゃん、油断するなよリンリン。邪魔だ。バンディ。これじゃキリがないで。愚かな人間たち、今宵光は闇に飲み込まれる。闇の力がこの世界を支配するのね。メリン、一旦この場から離れるんじゃ。でもアスカ君が。この場を切り抜ける方が先だ。逃がすな。ここで全員くたわるか、宝玉を差し出すか、好きな方を選べ。アスカ君、思い出して、元に戻って。それが答えか。ならば。逃げたか。まあいいわ、いずれ戻ってくるはず。こちらに宝玉の半分があるのだから。何なんじゃここは。メイリー、誰？メイリー、光の巫女。メイリー、あなたには真実を伝えなければなりません。真実？そう、青龍の君に起こったこと、そして詩人の定めを。あれは？青龍の君、あなたは常に私のそばにいて、あらゆるものから私を守ってくれました。それは詩人としての使命を超えた深く温かな思いがあったから。そして私にも、いつしか私たちは深く愛し合うようになったのです。しかし。どういうつもりだ青龍の君よ。まさか我ら詩人の掟を忘れたわけではあるまいな。詩人の掟？わかっている、私も詩人の一人、使命を忘れたわけではない。ならばなぜ光の巫女を愛した？我ら詩人は光の巫女を愛してはならぬ、それが掟であろう。光
槍の巫女を愛してはならないって、どうして？我ら詩人は光の巫女を守るのが使命、それ以外必要ないはず。私とて使命を忘れたわけではない。だがこの胸の思いは誰にも止められない。まだわからぬか。人を愛して何が悪い。私は詩人であると同時に一人の人間だ。人が人を愛して何が悪い。愛する思いは抑えることなどできるわ。待て生理の君、そんな、これが詩人の掟。それじゃ、私とアスカ君も。光の巫女よ、たとえいかなる障害があろうと私の思いは変わりません。私はあなたのことが。青龍の君よ、詩人は光の巫女と愛し合ってはならない。それが詩人の定めなのです。ですが私は。あなたの記憶を封じます。私を愛した記憶を永遠に思い出さぬように。私は忘れない。たとえこの世で結ばれなくても、いつか必ずあなたを。青龍、これが詩人の定め。アスカは覚醒の時そのことを知ってしまったのです。そして彼はメイリー、あなたとの思いの狭間で悩んだ末、自ら記憶を消したのです。どうしてそんなことを。あなたを守る力を、青龍の力を得るために。そのためにアスカは今の自分を自ら封印したのです。あなたへの思いとともに。なんてこった。アスカ、そこまでメイリーのこと。でもこんなの、メイリー、そんな、アスカ君。メイリー、こんなのおかしいよ。え？どうして人を好きになっちゃいけないの。好きな人と結ばれちゃいけないなんて、そんなのおかしいよ。だけどそれが詩人として生まれたものの定め。この定めは誰にも変えられへんのや。そんなの知らない。そんな定め信じない。光の巫女、詩人、そんなの関係ない。私が信じてるのは神崎メイリンとアスカ君の運命だけ。メイリン。アスカ君、本当に私のために記憶をなくしたの。もしそうなら私。詩人は光の巫女と愛し合ってはならない。それが詩人の定めなのです。私、そんなの嫌。そんな定め絶対嫌。詩人の定めだなんて私が変えてみせる。お願い、その方法を教えて。どうして何も教えてくれないの。助けてよ、私を、アスカ君を、ねえ。乙女座のあなた、なんと気分が最高。黄色のものを身につけるともっといいことがあるかも。最後にサソリ座、ちょっと健康に注意注意。メイリン、まだ降りてこない。大丈夫かな。さあ、明日はいよいよクリスマスイブ。恋人とのラブラブな時を過ごしたいあなた、窓辺に緑の小物を飾ってください。
それでは皆様、チャオ。そうだ。アスカ君、どうして？どうしてなの？私とアスカ君は好きになっちゃいけないの？キュッコキャッ。ごめん、静かにして。メイミン、手伝ってよ。明日はクリスマスイブでしょ。みんなでパーティーやろうと思うので、これからケーキ作るんだけど。悪いけど一人にして。でもね、メイミン、みんなでパーッと騒いだらきっと楽しいよ。ほら、いつまでも落ち込んでないでさ。ふざけないで。アスカ君が大変な時にパーティーなんて。でももういい。メリーのバカ。悲しいのはメリーだけじゃないんだぞ。キューキュー。さて、明日はいよいよクリスマスイブ。皆さんのご予定はどうなっているのでしょうか。今夜はまずこの曲からお送りしましょう。クリスマスか。そういえば子供の頃からクリスマスパーティーには必ずアスカ君がいたよね。小学校3年生の時のクリスマス会で初めてのプレゼントに手編みのマフラー渡したっけ。去年もみんなでアジアンカフェに集まってケーキ作ったりプレゼント交換したりして楽しいパーティーだったな。けど、この町にはもっと立派なツリーがあるんだぜ。ん？ほら、こっちこっち。待ってよ。着いたぞ。あ？これのこと？こっちだよ。もう、待ってよ。ほら、見てごらん。すごいだろ。こんなのよく見つけたね。誰にも言うなよな。ここお前にしか教えてないんだから。うわ、そうなの。なんだよその目は。だってだって二人だけの秘密なんだもん。あのなアスカ君大好き。ほら、あ、ちょっと意地悪。何やってんだよお前と。作戦に紛れて。あ、いいじゃんいいじゃん、誰もいないんだからさ。誰も見て、そういう問題じゃねえだろうだよ。何を何を、どういう問題なのよ。やめろって、帰るぞ。もう、来年も、来年もここに来るか。
さっきはごめんね。ん？じゃーん。アスカくんが戻ってきたらみんなでパーティーしよう。うん。はい、これはリンリンへのお土産。おじいちゃん、ほらクリスマスのパーティーグッズ買ってきたよ。あら、メール。バイドー。おっさん、携帯鳴っとるで。おっさん言うな、ボケ。あ、メーリンからやんけ。ほんまや。ん？どうしたんでござりますか？メーリンからだ。メリークリスマス。私からみんなへのクリスマスカードです。ゆえちゃん、来年も陸上頑張ってね。シュウコは来年こそかっこいい彼氏が見つかるといいね。品川くん、おいまちくん、サッカーも大切だけど勉強もね。バンリ、シンシアと仲良くね。トキワくん、女の子泣かせちゃダメだよ。エディ、お金貯まるといいね。みんな今年はいろんなことがあったけど、来年はきっといい年になるように祈ってるよ。それじゃ行ってきます。メイリー、突然どうして？ん？まさか！私はアスカ君を助けに行きます。みんなも大切だし、この町も世界も大切だけど、アスカ君のいない世界なんて私には考えられない。だから一人で行きます。ドアホ、一人で何ができるっちゅうねん。メリー、メリー。やはり来たか。アスカ君、ここに来れば貴様に会えるような気がしたのだ。アスカ君、覚えててくれたんだね。まだ忘れたわけじゃないんだ。それなら希望はある。なんだ、ずいぶん嬉しそうだな。だってあなたは覚えていたんだもの、私とアスカ君しか知らない秘密の場所。そういうことか。ならば、はぁ！あ、アスカ君。くだらん。過去など俺には必要ない。さあ、宝玉を差し出せ。さもなくば。そんな、心まで闇の力に支配されたの？アスカ君。
クリスマスツリーの話をするよ。風水では気を整えるためによく鉢植えを利用するの。今年は本物の木でクリスマスツリーを作ってみない？さらにブルーの飾りがラッキーだよ。パーティーを盛り上げたいみんな、オレンジ色のヘアゴムをつけていこう。きっと楽しいパーティーになるよ。メリークリスマス。神崎メイリン、アスカはもう私のもの。あなたにはもう何も残されていない。何も。さあ、全ての宝玉を渡しなさい。次回、イブの奇跡、よみがえれ青龍。ハオユン、ライはこの乙女に愛と力を。